だいぶ無駄な時間を過ごした。ああ、どうした、行くぞ。お前の命だけは助けてやる。細胞の状態は安定しているようだ。もう4等分する必要もないだろう。行くぞ。優雅が命がけで足止めしてくれたんだ。褒められなかったようだ。その姿、霞忍法禁術地獄滅殺。精鋭多殺。この螺旋眼でそのムカつく笑いごと吹き飛ばしてやるってば。どんなにもがこうと無駄だ。ボルト、ストップ。止めんな、サラダ。あいつに近いほど術の影響が強いんだよ。沈むスピードが違う。よく見抜いたな。ボルト、手を伸ばして。拾うのだ。拾う？俺の、いや俺たち兄弟の思いなどな。もうすぐ志島の国の中心部も近い。お前には到底。いるが、ルールを破る気。個人の裏にさ、大きな桃の木があったよね。みんなで久しぶりに行ってみようよ。これをあの桃の木の下に埋めてや。霞忍法禁術隔離を開門。行くぞ。あの時死んでいたのは。国にはまだ俺たちのように腹をすかせた子供たちがいる。お前たち死んでこいって言われてるようなもんなんだぞ。まずは柱間細胞の情報収集だ。ああ、温かい食べ物を与えてくれた。カラカラの胃袋に食べ物が落ちていくあの感覚を知っているのか。このまま行くと一番先に沈むのはヤツだ。この術の唯一の欠点さ、単なる時間稼ぎか。もうすぐ夜明けだ。俺たちの勝ちだ。おい、大丈夫かよ。バレた。桃の木の下で、アホ、まさかも無事国境を越えているだろう。バレた、近づいちゃダメだって。このまま死ぬのを見てろってのか。死にたい奴は死なせてやる。見殺しにしたと後で思いたくないからだ。ボルト、近づいちゃダメだって。さっきの野郎はただものじゃねえ。おもし、それに細胞を持ってるのが霞の忍びだとバレちまった。どこかで鉢合わせする可能性は高いな。近づけ。お前だけでも道連れにできる。てめえの目で確かめに行けばいいだろ。気がついたら体が動いてたんだから。本当だよ、死んでたかもしれないのに。朝香の無事を確かめるまではな。あいつには物理攻撃も遁術も全く効かなかった。かい。うん。